とぶらり歴史探訪、渦政、都を作った謎の一族。旅人は渡辺大さん。なぜ渦政が日本のハリウッドと呼ばれるようになったのか。東映渦政映画村、そして京都撮影所へ。時代劇の舞台裏に潜入。これも商品ですね。うわ、すごい。これも作りも作ってるんですか、これ。さらに平安京を作ったという謎の渡来人が。渦政を拠点とした彼らは嵐山の風景とも深い関わりが。全部ってことになるんですか。そうなんです。これが畑氏の残したものと。そうなんです。わあ、美味しいですね。甘い、うん、甘いっていうか雑味がないっていうか。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。